恋的にもなるし、自然にもなる。うどんの好きなトッピング ごぼ天です。ごぼ天が好き。でもどうかな、ごぼ天うどん全然最近食べてないな。うん、待ってまーす。初公演、結構初の方おらっしゃるのかな。明日公演、山口だからか。どうなんだ。うん、お楽しみに。高尾頑張ります。高尾さやか、お公演初、結構いらっしゃる。ですよね、昇格ツアーぶりですよね。覚えとる、一番最初だったけん、特に。九州、言えてる勝手に揺れてた。あー、メトロノーム買いたい。そろそろ、メトロノームのがある生活をしてみたい。なんか一定の、そう、音でカチカチするんや。リズム感つかめるかなと思って、それで。確かに時計、大人になる時計とかね。買いたいな。まあ見かけたら買おうかな。
ありがとう。そうなんですよね。なんかアプリでいろいろ試してみたけど、なんか違うんですよね。難しい。なんか普通にもう現実でその場でしてみた。もう使わなくなるかなすぐ。使わなくなるかいいな。ついた。もうアプリとかじゃなくて普通に調べたらありそうじゃない？なんか YouTube とか普通にそういう動画とかでメトロノームの音って調べたらありそうですよね。90速度90とか100とか120とか。その音を鳴らしておきたいん。だいたい曲ってなんか90、120とかがなんか多い気がするんですけど、そうずっと聞いてみたいんですよね。なんか普通になんかなんだろう、その例えば花は誰のものとかやったら、どうなんだろう、速さとか調べたらいけるか。楽譜にしたらさ、なんか横に書いてあるんやけど楽譜を触らないから、こうやって音鳴らしたらあれよね、多分音とみなされるかな。どう飲めたらいいかな。ちょっと楽譜、そう昔は読めてたけど一瞬で、多分今は一瞬じゃ読めないと思う。これ100。これいいね。全然その場にあるみたいだもん。なんか
星この世界から故郷が消えたら争うことなんかなくなるのに、ララ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 、ちょっと早い、あ、ちょうどいいか、遅いな。まさかの98とかそういう系になるか。もしこの世界から故郷が消えたら争うことなんかなくなるのに、でもこれっぽい気もするし、もうちょっと早いか、これはちょっと遅いか。なんか吹奏楽部の時はこの90で音出し音程の合わせるロングトーンとかをしてた。これ嫌な人とかおるかな、この音。96もあるんだ、96、98とかもこれすごいな、このメトロノームの動画すごいな、あるんだ、感動。この音いいよね、なんかメトロノームの音って嫌な感じせん。え、なんか音が変わったなんか音変わったけど、この音初めて聞いたな、この音はちょっとね、なんか木みたい。もしこの世界から故郷が消えたら争うことなんかなくなるのに、ララ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 96か。落ち着く。私の ASMR かもしれん。もうちょい早い。98かな。ちょっと遅いか。応援します、これから。嬉しい、ずっとねメトロノームの音を聞きたいなって思ってたんですよ。
確かに120気になる。これ120。早いよね。なんだろうこれ。サングラスデイズ。うん違う。ペダル。無謀。無謀な夢は覚めることがない。歌の裏ずっと焼き付いてるぽくない？書くことない。え？え？かいわれさん、かいわれさんありがとう。びっくりした。めっちゃ可愛い猫ケーキだ。めっちゃ可愛い、ありがとう。なにこれ、可愛すぎる。ちょっとズームしてみよう。かわいい。ありがとね。誕生日おめでとう。あれ二人おるね。今日誕生日二人。誕生日おめでとう。素敵な一年と最良しの一年にしようね。いい。ね。サーヤンピー単押しって書いてある。サーヤンピー？私の名前はサーヤンですけど。一文字。私の名前はサーヤン。さやに初タワーってありがとう。わあ、へえ、そういうこと。しっか
リサーヤン応援してきますぞって、ありがとうございます。じゃあこの1年もサーヤン推しの1年にしましょう。猫、猫タワー、あ、そうなんだ。ピース、猫猫。明日も公演かな。ありがとうございます、ありがとうございます、待ってます。喜ぶんですね、待ってます。話し会楽しみですね、楽しみ。久しぶりの公演、おう、そう、話し会もなんか気づけばだんだんと完売になっておりまして、ありがたー。なんか残賞、残賞におった私。そうなんですよ、なので迷われてる方はお早めに。迷ってる方は結構1時間目とか7時間目、最初と最後がね人気、真ん中はまだまだあります。真ん中のやっぱブブってやっぱりちょっとあれなんかな、うん、そうそうそう、三四、ん、四五六とか、二四五六らへん、でもね、そうか、うん。真ん中あります狙い時、まあそっか、そうだよね、うん、そう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 、確か残暑になってるところはちょっとなんかね、申し込み、ん、当選しにくいみたいな書いてあった。ね。そう、当選確率がなんちゃら。そうなんですよね、年末までまあ3日、3日ってだから、いつもより少なめだから、なんかこういうなんて言うんだろうね、申し込みした時、そうなんですよ、うん、ありがとう、そうそうそう。嬉しいですね、楽しみすぎる、そう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 、楽
特別バージョンだから、そうなんですよ、年末までという感じでね、特別な感じ、はい、うん、ありがとう。ありがとうございます。お話し会はどんな話題でも好きですになってないかな。へへへへ。いや、可愛いってそう言われるのも好きですね だってファンの方ぐらいしか言ってくれないですもんね。だから好きですね ありがとうございます。なんか今言われてますねなんか今すごい、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。今はちょっとさすがにちょっと照れてしまいますねちょっと自分がそう言った件言わせてしまった感ある。ありがとうございます。そろそろ終わりですね。お、買ったかな今。じゃあ妹、1位メガバイトさんおめでとう。2位かいわれさんおめでとう。あ、ありがとうございます。3位がだいちゃん、4位がなおなおさん、5位がいわちゃん、6位がたんたんさん、7位がせいやんさん、8位がまいせんさん、9位がひろさん、10位がこっぺさん、11位が2学期ら学級委員さん、12位がしんしんしんのすけさん、13位がきちねさん、ありがとう。いえ、こちらこそ。エビスさん、ナリさん、カーくん、ミツルンさん、ロックオンさん、ソウルメイトさん、おたてさま、あおちゃん、大西くん、ポイポーローさん、ダさん、ハマユウさん、スーさん、たけしさん、ターンさん、できまるさん、
ゆきねさん、いくごぴょんぴょん、りゅういちさん、てるさん、50アップくん、ありがとう。ありがとねん。うん、お待ちしてます。ありがとうございます。うん、今日もゆっくり休んでね。イエーイ。はじめまして。楽しみにしてまーす。ありがとん。ありがとうございます。うん、確かに。あら。バイ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 。雨、なんか湿気がすごかったらどうしようかしら。うん、ポワポワしちゃいそう髪が。気圧も、そう気圧私ね弱い人やけど。大丈夫かな。ぽやぽやしてそう。私身長153です。ボンバーボンバー高尾になってるかも。さあ頭痛くならんどけばいいけどな。ちょっとメイクさんに、メイクさんにもお任せしよう明日はメイクさんに任せ。多分メイクさんが結構なんかおすすめ、おすすめでって言ったらしてくれそうなメイクさん、もしかしたら明日。そうそうそう、もうオリジナルでとか言ったりする。ね。ちょっと困らせてしまいそうな感じはあるけど。そう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 。何がいいと思いますかっていう。
もしかしたらなんか直前に変わる時もあるから、わかんないけど。ああ、そうですね、ベレー帽があるからちょっと髪型は限られてくるけど、うん、そう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 、ベレー帽がね、そう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 いつもなんかベレー帽とか帽子がある系のメンバーが言い寄ったことが今わかる。そう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 。ヒルル君の髪型どんな髪型？おお、嬉しい、ご用心、いい曲って。え、そうなんだ、草子さん。あと1分ほどだ。画家みたい。ありがとうございます。皆様よく眠れますように。あと30秒ぐらい。バイバーイ。おやすみなさーい。今日何話したっけ。おやすみなさーい。